竹豊町に店を構えて45年、お寿司と和食のお店、よしみ。店内に入ると、ガラスケースに入った新鮮な魚が目に留まります。お寿司屋さんならではのカウンターはもちろん、ゆっくり食事をしてもらおうと、座敷も用意。また2階には、45人まで収容できる大広間もあるので、 法事や宴会などに利用する人も多いんだとか吉見の3代目大将須田さんお店を訪れたお客さんに旬を感じてもらおうと季節の魚や食材を使うよう心がけていますあたくさんのネタが揃ってますよ今の時期おすすめのものってありますかはい、い、えー、今ですすね、えー、水槽ににも置いてますように鈴木やこっち、 えまたカレーですねあとあのハモやアナゴなどが今おいしい時ですね特にあのアナゴはですね当店の力を得ている自慢の寿司ネタですねああそうなんですねじゃあアナゴお願いしますはいかしこまりましたアナゴは南知多町の刀漁港から直送したものを使用生きたアナゴを仕入れお店でさばいているので身がよりふっくらと仕上がるといいますと 行っている間に焼きアナゴの握りが出来上がったようですこちらが吉見千イチオシの焼きアナゴの握り身は脂がのっていてふっくらふわふわこの時期旬のアナゴを使った握りはまさに絶品アナゴの身がすごいふっくらふわふわであと香ばしさもありますねこのの自家製の甘だれも ちょうどいい甘さですごく相性がいいですね焼き穴子の握りを味わったところで続いては座敷でゆっくりと食べられるランチメニューをご紹介定番のお寿司が並ぶお手軽な寿司ランチカウンターのお寿司屋さんは入りにくいけど職人が握る新鮮な寿司が食べたいという人にもってこいもちろん ランチの寿司も握りたて寿司ランチには日替わりで3種類の小鉢もついてきますどれも須田さんこだわりの一品です今日の小鉢はおすすめなんですかはい、えー、今日の小鉢です、ね、おすすねおめは里芋の揚げだしですね、はいえー、里芋をだしで煮てで、えー、と味を含めた後に、えー、唐揚げで揚げてまして。えー まあ、あの揚げ出し風に食べていただくっていうふうなのが今日のランチのおすすめはこちらの小鉢ですね外はカリカリで中はすごくこうとろけるような柔らかさで甘みも少しあってすごくおいしいですねだしもしっかりと染み込んでいて味もしっかりついています吉見では予算に合わせたコースもあるので七五三や長寿のお祝い 法事などにもおすすめ同じ値段でもこちらの寿司をメインにしたものやわたりがにをつけたものなど内容は希望に合わせて変えられます見た目も鮮やかな料理の中でもこちらの自家製豆乳豆腐はよしみの隠れた人気メニュー手間暇かけて作った豆乳豆腐是非一度お試しあれふわふわのトロっトロですね。 もう口の入れた瞬間もうまろやかに溶けていきます味わいは濃厚でああ癒されます <laughs> カウンターで本格的に寿司をいただくのもよし気軽にランチを食べるのもよし旬を大切にするよしみで季節の美味しい魚や食材を味わってみては寿司和食よしみは 千田半島道路、竹豊インターを降りて右折、島田の信号を左に曲がり直進、紅葉4丁目の信号の手前、左手にあります。